ド TV をご覧の皆さん、こんばんは。武田邦彦ギャンブル第3笑って暮らして医者ずらず、私はアシスタントを務めます倉島桃子です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は私たちが楽しく健康で笑って暮らせるような社会を作ろうという思いに共感したさまざまなゲストをお迎えし、貴重なお話を伺いながら参考にしていこうという番組です。番組の主催は中部大学特任教授武田邦彦先生です。武田先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、前回までは腸のお話ということで小崎先生にお話をいただきましたけども、今回はどういうお話が聞けますか？まずこの番組はとにかく日頃から調子が良くするとね、病院に行くまでにそういう要因をなくしていくということですからね。それは医療費の増大の問題もありね、やっぱり病院行くのは憂鬱だし、先生に怒られたりするしね、ろくなことないですから、で1回目が糖尿病、2回目がそのリーガーキットっつうかな、リーキーガット、リーキーガット要するに小麦を食べても結構ダメだと。でその他ね、小崎さんがやっておられるやつをよく勉強されるとね、人によっていろんな形があります、でその1億2000万人に全員に共通するわけじゃない、だけど、2000万人とか3000万人の人がね、体の調子が良くなると僕思うわけですよ、で今日はそういうやつの具体例をね、ちょっと私もテストしてきましたので、小崎さんにちょっと解説をしていただいて、それを検討しようと思っております、では自然治癒クラブの小崎総平さん、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。前回ね、体にある軍隊を特定して、で特定したもの、特定の食材に対してこう軍隊を持ってしまうわけなんですね。で、じゃあグルテンなのか大豆なのかね、米なのか。チョコレートなんかいろんな食材があるわけじゃないですか。でそれを前回お話しした通り、もしタダでやりたいということだったら3週間特定食材をやめて4週目にですね、食べてみて自分の体をチェックするという、これをやればいいんですけど、じゃあ私たちが食べているものでもうたくさんの食材があるわけじゃないですか。でそれを何が僕にとって悪くて何があなたにとって悪いかって、これが特定できたら一番早いんですよ。でそれを特定する方法があるんです。はい。それね。はい。一応それ僕は小崎さんに会わなければね。はい。これです。僕なんか、食品アレルギー検査。はい。僕ね、小崎さんに会わなかったらね、僕はもう目の前に出されるやつを文句言わずに食べると。美味しいものがいいもんだっつってね。断固その通り。だけどね、考えてみるとね、おかしいと。で僕はね、若い頃は卵だったんですよ。それで20ぐらいまでは卵食べるとバーッとここからここまで腫れるんですよね、それで、これ即発性ですね、それで卵全然食べれなかった。うずらの卵でもこうやってより分けて食べてた、あとは大丈夫だろうと、ね、何植物食べてなんとかっていうのは気のせいだぐらい思ってたけど、それで50歳頃になってみたら、どうも卵のかけらを食べても出なくなったんですよ。変だなと思って60ぐらいの時に検査したの、だいたい検査もね、卵黄とか、それから卵がどうとか、ついでにアジもやろうとかね、やるとねやっぱり20種類はなっちゃうんですよ。そう、一個一個しかできないっていうこと。そしたらね、それだけで6万円でね、これは医療機関ね、到底これじゃできないから、最低今までのやつだけってやったの。そしたらね、小崎さんに聞いたらね、140種類、これもともとは96品目にわたって、ざっと言えば100ね、それができるってんでね、早速彼とこの番組に合わせようと思って、急いでアメリカからじゃなくて日本法人、これは日本の代理店があるんですね。アンブロシアっていうのを検索してもらえればもともとアメリカ、はい、でその代理店が、その検託を送ってきて、でそれアメリカに送ってくれるんです。アメリカから送られてきたその結果がですね、こういう形で、それはね、結果まで急がないでね、それでキットが来た、そしたらね、指先に針を刺して血を出してこうやるんですよ、それでまずびっくりして、これ医療行為じゃないかと、これは日本じゃ違反じゃないかと、調べたら違反じゃない、それからね、非常に細い針で何ミリしか入らないようになってて、消毒してやるんですよ、そうね、むしろ僕なんか血が出ないで困ったの、痛くもなんともないんですよ、だから自分でこう針刺すっていう経験があまりないからちょっとビクビクしちゃったけど、だけど平気で、
そしたらこの前送ってきたんですよ、はい、これねカメラで映るかとかじゃない、こういう形で送ってくるんですよ。結構ねこれね武田先生、うん、高いんですよ。すごいんだよ。でその全般的に高いんですよね。でその全般的に高くてね、はい、僕の好きなものは高いの、牡蠣とか、はい、マグロ、うん、だけど全体の状態はよく分かりました。それからね、うん、僕の場合は小麦ね、はい、グルテンが幸いまあ少しはあるけど高いけど、うん、まあ禁止するほどじゃないね。そうですね、ここ、ここそうですね、それがグルテンですね。これがグルテンね、はい、で、うん、パンは食べられるかなっていう感じなんですよ。いやそんなことよりかね、僕、うん、一番言いたいことはね、これを見るとね、これ非常に高くてもう彼なんかびっくりしてんだけど、これは僕がねちっちゃい頃腸が少しおかしくて、うん、20歳まで虚弱児童で、うん、休んでばかりいたわけですよ。休んでばかりというか休みの方が多いってね、うん、あの頃も本当にね次から次から怒るんですよ、うん、なんだか熱が出たと思ったら腹下すし、そういう感じじゃなくて、ね、なんかね疲れはひどいしってね、うん、だからあの頃腸がほらおかしかったでしょ、うん、だから漏れてね。そうです。だからそれが僕のね例で見るとこれ見ていただければ綺麗なもんだよね。すごく綺麗なんですよ、うん、でなんかあそこにありますね、なんかそう、これが乳製品なんです。あ、乳製品、乳製品、乳製品なんですけど、このシーフードとかあとタンパク質、これ肉系ですね、これはほとんど抗体、軍隊持ってないんです。これでこれと僕と全然違う、これで比較すると全然違うんですよ。うん、あなた肉なん全然食べれるじゃないですか。そうなんです。でグルテンで見ても先ほどあれほどグルテン 悪口言ったじゃないですか、うんうんうん、で、それがですねグルテンで見るとですねここですね、あのほとんどこれ反応がないとないじゃないですか。これで実際あなたはパン食べても問題ない、パン食べても問題ないですよ。本当に問題ないですか、はい、だけど高いのありますか。高いのがこれがメロンなんです。メロン、うん、これは頻繁に食べてないんですけど、これ高いということはこれはもともと僕が持ってる、食べてもないのに抗体があると、はい、うん、こうやって見てその一発でですね、あ、これを食べるとこの右のこの赤い方に行けば行くほど炎症が高いと出てしまうわけ、うん、抗体をより多く持ってるということなので、うん、それで炎症促進させてしまうということですね、はいはいはい、僕なんかひどいことにスパイスね、スパイス、はい、黒胡椒でしょ、はい、シナモンなんて言ったらもう5ですよ。そうですね。でしかもね、はい、クローブってこれ何ですかね。クローブはスパイス、よくカレーに入れたりとかもしますし。あら、そう、はい、コリアンダーとか、はい、コリアンダーね、はい、あ、これもうコリアンダーはいい、ですね。これ先生と比較してもね、僕ほとんどないわけですね。スパイス系がいい、肉らしいね。なんだとこの個人差は。そうだからこれで見て要は人によって違う、わけなんですよ。でただね、まあ、他の人が検査してみてですね、過去に、卵白で、ね、非常に強い反応を持たれた方がいるんですけど、その検査を受けてでずっと食べるのをこうやめたと、もう卵を取る時でもその卵白は除いて食べていたと。この人ね、そうなんだけどね、うん、これ若い女性だけど、うん、全体的にはいいんだけど、あ、これこう言った方がいい、うん、全体的にはいいんだけど、この時は昔なんですよ、これ昔ね、うん、昔ですね、卵白がこんななんですよ。すごい、もう一番反応が強いところですね。あ、これでもうね、うん、それで卵食べてたと、うん、でこれを知って卵をやめたと、はい、当時非常にひどい花粉症で、はい、むちゃくちゃだったと、はい、ところが卵白を食べるのをやめて、うん、最近測ったやつがこれで、ここが卵白だけど、うん、まあ相当低いと。低いですね。でアレルギー的なやつがなくなったと、うん、でこの場合はだけども先生、卵はもちろんやめちゃってるから、はい、この人ね、はい、あれだけど卵 あの抗体がひどいやつをやめて、こうそのアレルギー反応をなくしたら、それと関係ないその花粉症も減ったと、はい、これは、うん、あのうちの親もそうだったんですよ。ああ、なるほど。グルテンフリーをして、ね、グルテンが完全悪いというのも分かったんですけど、でグルテンをやめて、うん、で要は多分炎症が抑制されると思うんですよ、全体的に。そうすると免疫の反応、過剰反応がなくなる可能性があるんじゃないかなと思っていて、うん、だからその、まあ、杉という花粉が、ね、こう来た、うんうん、中でも、うん、その
免疫が反応を抑制させて花粉症が軽減されるっていうふうに考えるしかないかなって思ってます。これはだから IgA と IgG だから、はい、どっちかって言ったら地発性の、地発性です、遅い反応ですね、はい、これ以外に IgE があるから、はい、そうですね、さまざまな抗体がありますけども、ありますからね、そうだからまあ、何度も言いますけど、こう免疫力アップアップとかって言ってね、みんな言っているわけですけど、その何をもって免疫力アップなのって。いや本当よ、正常機能させるのはもちろん大切なんですけど、大切なのは敵を侵入させない、でその炎症を抑制させるということになると、免疫の反応させないことが一番大切なんですね、うんうん、だからそうやって見てですね、その、まあ、自分自身が、まあ、こういうテストをね一発で分かってしまうわけなので、まあ、分かったものに対して、まあ、先ほどね卵白が強い方でも卵白を取ることをやめていけばですね、敵の侵入が減る、減るということは、あ、もうそろそろ俺ら休んでもいいんじゃないのって、って言って、じゃあお前らもういなくなっていいよって言って、でそうなって抗体が減っていく可能性っていうのが、あるんではないかなというふうに思っています。おぼろげに、僕は例えば魚だったらおぼろげにね、はい、イワシとかイカなんて僕ない、もうほとんど綺麗なんです、はい、だからまあ今度からねしばらくイワシとイカだけども、これを見るとね、この後ろにどういうふうな食べ方をしたらいいかっていうアメリカ的にこうし、ね、サジェッションが来てるんだけど、そうです、これを見ると同じものを食べ続けると良くないのね。そうですね、だから僕自身もですね、まあカカオがいいと言っていて、結構カカオ 70% の以上のチョコレートをこう、うん、頻繁に食べてたりとかしてるんですけど、うん、そうするとですね、うん、こうカカオで出てるんですよね、ちょこっとだけ。なるほど、うん、なるほど、これ見てもですね、うん、分かります、カカオが高い、あ、高いの、それカカオ、はい、あ、だからそうやって見るとやっぱり、うん、そのやっぱりバランスなんだな、バランスなんね、そのだから多分今までは栄養のバランス上いろんなものを食べたらいいっていうことだったけど、それプラス、はい、免疫から言っても比較的バランス違ういろんなものを食べた方がいい、はい、それからね、がんの栄心子ってあるんですよ、はい、血中に、はい、これもね、うん、バランスのいい、がんにほらならないためにはバランスのいい食事っていうでしょ、はい、あれ何を言ってるかって言ったら、がんの栄心子がねものすごく複雑で、うん、いろんなものの組み合わせをしないとできないんですよ、うん、例えば簡単に言えばラーメンばっか食ってたら、はい、がんになるのはなんでかって言ったら、そのがんの栄心子、がんをこう免疫で止めるわけだけど、うん、その物体自身が複雑な構造なので、うん、いろんなものを食べて初めてね、うん、防制できるんです。へー、だからそういう意味ではそのいろんなものを食べるっていうのは大切なんでしょうね、うん、何でもバランス、バランスかなって、バランスっていうか、まあ、バランスっていうとだけど魚となんとかだけど、これ見ると魚の中でも僕なんかマグロばっか食べてるから、してマグロばっか高いんですよダメなものっていうのもまあ特定されてるけど、逆にいいものっていうからといってそれだけ特定で食べるとそれも良くない、ね、そうなんです。だから一番怖いのはこう大豆がいいって言って大豆ばっか、食べて、はいはい、で豆乳、牛乳より豆乳がいいだろうって、豆乳ガブガブ飲むじゃないですか、あれこそその大豆プロテインがすごい集中しているようなものを、そうそう、まあ、もっと適量ならいいんですけど、はい、それを健康だと思ってガブガブ飲む、そうそうそう、これが良くない。あ、時々それでね、障害起こって死ぬ人いますよ。あ、そうですか。います、大豆で。大豆もいます。もちろん大豆はね、ある意味で危険なわけですよね、それはもう非常に良質のタンパクであり、ね、アレルギーも少ないとはいえ、だけどもそれは立派なタンパクですからね、うん、そうですね、うん、だからそれは障害がありますよ、はい、それから僕ねやっぱりね小さい頃ねやっぱり腸がものすごく悪かったでしょ、はい、奇形でね、でやっぱり少しこう今でもねこう剥がれた感じがすることがあるんですよ、だから今でも僕のこの今度のね、フードのテストが非常に高かったのはそういう僕の腸の血管が出たかのかなとは、うん、思ってますけどね。その結果を見る限りですね、うん、あまりにも抗体の量が多いってことは、ね、食べていたものがやっぱ血中に漏れ出して、うん、漏れ出してね、それで抗体がそのそうそうもう各食材に対するですね、そうそう抗体を作ってたっていう、作ってたってね、だからまさにそれがリーキーガットだったんじゃないかなっていうふうに、うん、この結果見て思いました。そうね、はい、まあ、これを知らなかったからあの苦しさにも耐えられたとも言える自然に尊敬な感じになってまあ今になってねやっと分かったみたいな感じですけどね、はい、だけどねもう皆さん、僕これ一銭ももらってないんですよね、はい、全然会社の名前も知らないぐらいなんだけど、はい、いやこれねお金に余裕のある人はね大体100種類、まあ、これはちょうどなんかキャンペーン中だったらしくて144、はい、普通100種類ぐらいらしいけど5万円ちょっと高いんだけどね、はい、しかし5万円の余裕ある人は1回やったらね、うん、
僕は安心できますよ、アンブロシア、アンブロシアですね、これどうするんですか。まあ、アンブロシアのサイトに行って、検査キットを買います。で、まあ、IgA、IgG で各抗体で5万円なんですよ。だから基本は10万かかるんです、はい、なんで僕5万しか払わなかったよ。あれ5万円しか払ってないよ。5万だったっけ。いや、まあいいや、これテレビで論争してしまうよね。だけどちょっとテレビの視聴者にはそういう曖昧さはまだある。はいはい、つまり日本にはないからね。はいはい、そうですね。だからこれは日本でやるとね、だからこれ100種類だったらね、30万かかっちゃう。いや本当そうですね。だからちょっとできないんですよ。だから一発で分かるということと、いいので、うん、やっぱりだから検査して自分の体の免疫の状態を調べる、これはいいと思いますね。はい、うん。だからぜひね、だから僕ね、なんでこういうのをね、日本のね、医療機関は、これ医療機関、実はね、これ医療機関じゃないんです、はい、医療機関っていうのはね、この番組をだからやろうと思ったのは、病気になったら医療機関、うん、ね、うん、だからこれ病気にならないような検査なんです。そうなんですよね、これが難しいんだよね。そう、だからその目的が、ね、最近だけど未病とか言ってるけどね、はい、つまり病気じゃない時に病気になる元を立つと、うん、はい、これそういうことだからね、うん、そうだから、まあ、やっぱりその自分自身の、ね、将来的考えていくと、うん、病気になってみんな死んでくるわけじゃないですか。そうそう、だからその自分の最後の要は死に方っていうものをこう考えていくと、うん、自分の生き方が分かると思うんですよ、うんうん、だからやっぱりそのどうありたいかっていうことになると、うんうん、もう体調が悪くなった、具合が悪くなった、検査で問題が出た、うん、だからじゃあ対処しようっていうことじゃなくて、うん、その前からですね、うんうん、やっぱ普段から気をつけなきゃいけないなって思いますね、うん、僕の意見は、あの小崎さん気分悪くされるかもしれないけどね、はい、例えばあの小崎さんがずっと1回2回とご説明されたことは、うん、例えば糖質、一番最初に言ったように糖質フリー、はい、だけどこれに対しては糖質フリーはダメだよ、はい、油フリーがいいよ、うん、それからいやいやそんなの全然関係ないよと、うん、米いくら食べてもいいよ、はい、今それは意見が分かれてるから、はい、僕としては小崎さん の考えが正しいかどうか分からない、はい、しかしね、僕の感じではね、人によって違うと、うん、全く違いますね、うん、だからこういうのも人によって全然違う、はい、全く違うわけだから。本当そうですよね、うん、だからそれ現在の医学の医療の悪い点はね、例えば血圧なんかそうだと、うん、130とか140、はいはい、170で健康な人山ほどいるし、うん、100で健康な人も山ほどいる、うんうん、それ一杯人からげに全部人からげにやる、はい、だけどもここで見たように年齢から男女からしっかりも個人差、はい、ものすごくあって、うん、それから前回お話になったように、あ、出産が産道を通るかどうか、はい、ね、それから離乳食でどういうものを食べるかどうか、はい、そんなんでもちゃくちゃ違うわけだから。そうですね、だからそんなのね、うん、平均化してね、いくつなんていう事態がおかしいんです。おかしいですよ ね、はい、だからやっぱりそこは医療の方でかなり反省していただいてね、うん、それから地上波ですとやっぱり商売があるから、うん、離乳食もあるしミルクもあるし、まあ、いろいろ言いにくいとかいうのあるけど、やっぱりテレビ側もここはあの国民のためにっていう報道をね、はい、こんなもんだって全然出てこないですよね、はい、そう、ね、まあ、非常に興味深いですよね、はい、とても興味がね、はい、ね、まあ、桃子さん、桃子さんはね独自に考えられてやるからね、すごいんですよ。そう、僕なんかに比べて100倍考えてるよ。お母さんだから、ね、え、僕なんかもう 食事のことなんて考えたこともなかったんだけど、やはり人間の体っていうのは食べてるものでできてるっていうのは、はい、まあ、どんな人にも当てはまることですね。よく考えて、僕ねこれ見たらね、コーヒーがね僕そんなに悪くないんですよ、はい、で今までコーヒーが悪いと思ってコーヒーここね、はい、だからねこれは結果出てからねコーヒーをね結構飲んでんですけど、なんか気のせいかね、うん、別に問題はない、偏らないでくださいね。偏るのが良くないって言ってるんだから、コーヒーも大丈夫、コーヒーもいい、はい、そうですね。それでね、あの最後になりますしね、はい、小崎さんにねいろいろ今までのお話になったことをちょっとまとめた、ね、はい、形で、まあ、結局今お話ししたのはポイント2点ですね。なるほど。でその、まあ、糖質の過剰摂取と、いうことが起きていて、でこれがですね、まあ、こう人類 その食生活の変化から見てた、まあ、パレオダイエットという考え方がこうあってですね、その原始人の時 その食生活というものを見ていった時に、穀物がなかったわけですよね。だから肉とか、まあ、植物とかそういうものを取っていて、でその生きてた時代が、まあ、その進化論をベースに考えていた250万年の進化をもとに今の人類が至る。で穀物を食べ始めたのは1万年なんですね。
だから249万年は、まあ肉とまあ野菜とか果物ってそういうもので生きていた時代なんですよね。だからそういう意味で言うと、その食生活の変化から見ても、当時人間はもともとは糖質が入ってこない人間の体を設計されているという考え方のもとであれがあったんですね。で、あとはもう一つはそのリーキーガットというポイントで、まあ、ここからですね、食物アレルギーっていうテーマで、ここの見えないところで体の火事が起きてしまう、そういうものがあるんじゃないかっていうことでですね、お話しさせていただきました。論理的にも別にいかわしくないし、ちゃんとしてます、うん、だけどそのある人によると1万年から後のもので我々の体が作られてるっていう説と、はい、小崎さんみたいに1万年よりか前ので体が作られてるっていう説と、やっぱり2通りあるんですね。まあ、これはまあこれからの議論によって明らかになっていくと思うんで、私はまあここでね、糖質フリーっていう人でね、もう非常にこうものすごくそれにこう固執してる人いるんで、まあその人はむしろこの番組を聞いたから余計に糖質フリーなんじゃなくて、この番組を見て糖質フリーもよく理解した後少し変えてみてね、そしてあの小崎さん言ってるように3週間とかなんか知らないけど、はい、やってみてね、様子を見てみるっていうのは必要ですよね、はい、いいその人によって違うわけだから、はい、だから糖質フリーで健康悪くしちゃう人もいるかもしれないけどね、そうなんですね、そう、まあ、だから今おっしゃってたのがこれですね、それですね、はい、まあ、250万年というその歴史の中で、まあ、ここで、まあ、基本は人間肉食が多かったっていう話なんですね、そうです、うん、それはまああの狩猟ですからね、お前ね、はい、だからこの考え方で言うと人間の遺伝子はここでできたっていう話なんですけど、ただまあ武田先生がね、こう、じゃあ1万年の歴史の中で人間の遺伝子が対応できるかどうか、そうそう、っていう可能性もあるわけじゃないですか。いや可能性あるんですよ、はい、だからそれで今もう盛んに議論してますよ、はい、それはね、遺伝子が今100あると、遺伝子の情報が我々の体の中100あると、はいはい、発現するのは5か7ぐらい、何パーセント、そうですね、あと、うん、が何してるかまだ分かんないんです、はい、だからそう潜在的なところで見えないところってたくさんありますから、たくさんあるんです、はい、ですからね、まあ、柔軟にお考えになって、うん、自分の体を自分で見ながらね、はい、食事、少なくともだけどね、すごい新しいコンセプトなんですよ。だって免疫ってのは汚いものを食べたらなるんじゃなくて、はい、まあ、汚いものもある程度食べなきゃいけないけど、自分に合わないものを食べてそれで悪化するってことがあるってことですからね、そう、うん、だからまあそういう意味で言うと、うん、まあ、ここのね、原始人の時に食べていた食生活、うん、ここが歴史上長いので一番遺伝子に適応した食生活じゃないかという、うん、だからその基本は糖質っていうのはその穀物に非常に多く含まれているので、うん、穀物フリーであり、まあ、野菜、まあ、肉、魚、ね、卵、野菜みたいな、であと果物みたいな、でそういうことでやってたら基本的にいい食生活になるんではないかっていう、話です、はい、あと2つこれに関してあってですね、はい、一つは世界中はですね、肉食の部分とそれから魚を食べる食性があってですね、はい、肉食は麦とくっついてて、うん、魚は、米とくっついてて、しかも酒は肉食の方にくっついてて、うん、それで、魚の方がダメなんですよ、うん、ですから、東ヨーロッパが一番極端だけど、内陸で肉食で麦、はい、これはアルコール分解酵素を持ってない人は、うん、0%、日本が一番極端で、はい、魚と米の文化、アルコール分解酵素を持ってない人が生まれた時は 40% いる、後天的に獲得できるのは 20%、うん、だから一つは世界的なその 食生活の中でもやっぱりこういう反応は違うと思う、違いますよね、だけども、うん、食生活がだからね、あ、そうだ、僕絶対言いたいことが、はい、これね、例えば卵がダメだとか、はい、それからおかしいんじゃないかと思う人は視聴者でいると思う、はい、だけど僕も昔ちょっとちらっと思ってた方と今全然違うのはね、うん、酒飲めない人に酒飲ませたら死ぬんですよ、ね、そうですね、そう、うん、酒飲めない人に酒飲ませたら死ぬってみんな知ってるのに、はい、食物は何食べてもいいってそんなことはないんです、まあ、確かに言われてみたらそうですね、そうなの、だからね、人っていうのは飲めない人も飲める人もいるから、まあ、牛乳が絶対ダメな人、うん、ね、卵が絶対ダメな人、うん、それはいるはずなんですよ、そうですね、それいると思うのが当たり前で、はい、あなたね、酒飲まない人に酒勧めてね、死んだらどうすんのと、うん、みんな分かってじゃないのって、はい、このことなんでね、あの人によって民族によっていろいろ違うということはもう基本にしなきゃいけないと思いますね、そうですね、はい、はい、
まあ、こういう、ね、考え方があるという中で、まあ、だから食生活に言ったら、まあ、基本はその原始人の時代ということなんですけど、まあ、僕が今考えていることは、うんうん、まあ、うん、テーマとして医者知らず、健康法ということなんですけども、まあ、私たちが食べているものでありですね、うんうんうん、やっぱりねストレスっていうのは非常に大きな影響があるんですよ、はい、で武田先生が、まあ、あんまりね、食生活はあんまり気にしないと。僕ストレスフリーだからね。でその生活そうなんですよ。もうほんと何も気にせず、でそうやってその自分のやりたいことをやるっていうその人生じゃないですか。だからそのストレスはやっぱり非常に大きいんですね。でこうでケーキよりも夫婦喧嘩が血糖値上げると、ね、上司との喧嘩がいくら糖質を制限してたところでもその血糖値バーンって上げてるわけですよ。これも体内でこうそのストレス反応が起きるっていうのは自分の生命を守るためにやっぱりエネルギーを作んなきゃいけない。でだからその、まあ、神経系自律神経の中でも交感神経っていうのがあって、で交感神経が優位になると、これがもう自分の生命を守らなきゃいけない。なので、まあ、肝臓がですねちゃんと糖を作ってで血糖値上がる状態なんですよね。でそれ以外にもやはりその心拍数を上げて、でそれでもう 血流を良くして、でそれでこう自分ね、守ますから守れみたいな、ような状態が起きるわけなんですけど、今のこの現代社会ではもう朝起きて電車に乗ったら満員電車、で会社に着いたらあの嫌な上司に会う、でそしてまたお客さんに会いに行くってクレームでって言って、でそれでまた会社に戻ったと思ったら、そしたらもう言うこと聞かない、どうあの部下がとか、ね、でそれでまあそうやってストレス抱えながら家に帰ったらストレス解消しようと飲み屋に行ったら生意気な親父がいたいたとかね。でそれで家に帰ったらもうひどいもんでかみさんに怒鳴られるとそうで夫婦喧嘩みたいなって言ったらもうあのその原始人のその時代でこう考えていた時にもうマンモスにもう毎時間のように遭遇してるような感じです。それは病気になって当たり前じゃないかって話なんですよね。そうそう、だから、まあ、確かにかあの女房はマンモスに似てるとするよ。もう野獣のようにみたいなね。もうあの時愛し合ってたのにどうなっちゃったんだろうみたいなね。ありますね。僕じゃなくて僕が尊敬するわずかな人がいるんですよ、はい、あの日本人、はい、そのうちの一人がね これは割と広く広まったんですよ一時、はい、夫婦間っていうのはね、はい、口に出せって言ってるんですよ。ありがとうって。ああいいですね。そう言ってんの。はい、ありがとう。したらね、そういう体験記をずっと読んだらね、奥さん方で結構言ってますよ。今まで旦那の中にありがとうって言えないと思ってたけど、言ってみるとね、しばらく経つとね、はい、喧嘩がなくなったって。へえ。やっぱりそういうもんですよ。なるほど。まあ心の中の感謝の気持ちでもいいけど。そうですね、うん。だからやっぱりありがとうっていう気持ちを持つっていう。そう僕のね、はい、方針はね。はい、まず物事はうまくいかないと思ってたけど、ああそうです、ね、最初はそこだしですね、うん、電車に乗ったら遅れると思ってたけど、うん、ところがねあの普通の人は電車30分で電車に着くと思うんですよ。池袋に乗って四季まで行くとね25分なら25分と思って乗るからいけないんですよ。あそうですね、この電車はどうせ15分くらい遅れると思って乗るわけ、うんうん、だから僕はあの新幹線乗るとき2時間遅れると思って乗るわけだ、うん、そしたら普通 99% は時間通り行くから、はい、いつもこういいんですよ。そうですね。それからね、うん、僕は降ったら濡れろっつってんだけど、はい、雨ぐらい降るっつってるの。したらね降ったらね腹立ってる人いるけどそんなダメだっつってそう、そういう生き方してれば健康、はい、医者知らずなんですよ、はい、でそれから あと運動、もうこれはもうあの武田先生あの糖尿病のねあのご覧見ていただいても自動車の販売台数が増えれば増えるほど糖尿病の患者数が増えてるって面白いグラフです。そうあの面白いグラフなんですけど、やっぱりその、まあ、原始人のその時代で考えてもこう単発的にですねその集中して運動してるんですよ。だから獲物を獲得しなきゃいけないって言った時にもう走ってこうね漁に出かけるわけじゃないですか。そうそう、そういう運動をこうしているから、うん、要は筋力がこう出て、でそしてちゃんとしたその代謝っていうものが起きているっていうことなんですけど、まあ全く今の現代社会で運動っていうものがされてないわけですね。だからやっぱり、ね、指定席券っていうのはおかしいって僕昔さんまさんの番組で言ってみんな分かんなくてええって言ったけどね、はい、指定席ってのは座る方が金払う、はい、本当は立ってる方が大切なんだ座ったら損するんだ、はいはい、だって座るってことは足の筋肉弱くなるわけです。そうですね、だから、はい、立席券を作る誰も分かんなくて武田先生何言ってるんですかって言った、まあ、おそらく誰も買わないでしょうね大昔から筋肉は男性がついてて、はい、狩りも男性ですよ、うん、
女性で運動しないで健康な人って結構多いんですよ。なるほど。男性は運動しないと大体不健康になってる。まあどうなんでしょうね。でもやっぱり体を動かすということは、まあ、重要だというふうな認識ではいます、ね、それは先入観かもしれない、ね、動くものと書くわけだから動物は、はい、動かなきゃいけないと。いや僕もそう思うけど、女性についてもう少し平たい感じで研究を進めてほしいなって希望があるんですよ。まあ、ただまあ運動しないで脂肪が増えてしまってね、うんうん、で、まあ、血糖値高いとか高血糖状態が起きるとか、うん、それ食べ過ぎ、はい、食べ過ぎね、食ね、はい、わかりました。はい、どうぞ。で、これら情報が分かったとしてもですね、うん、情報分かったとしてもこれを毎日意識してやる習慣なんですよね。これができてなかったら、一時ね、そのまあテレビ番組見てですね、あ、まあ例えばレンコンがいいとかって言って翌日になってね、スーパーマーケットからレンコン消えるんですよ。もうテレビの影響って大きいじゃないですか。だけどじゃあそのレンコン食べるっていうその元は健康になりたいっていうふうに思ってやるんですけど、それを毎日意識して継続できるかが一番重要だと思うんですよ。でその継続したもの、その行動が結果になるわけであって、だからそのね、一時ストレスフリーになったとしても、それがまた継続してストレスが出てしまったりとかしたら、それはまあ病気になってしまうわけじゃないですか。だからやっぱりその習慣、毎日やることをいかに良いことを継続できるか、これが。だけど小崎さんね、はい、僕あんまり習慣とか嫌なのはね、はい、まあ、習慣おばさんみたいな人がいてね、はい、あなたしなさいって言うと僕嫌になっちゃう。自分で楽しんでできるんだったらいいけど、はい、これはしなさい、あれはしなさいって言われるとね、ムカムカっとしてやりたくなくなる。そうなんですよ。だから要は何を得られるか考えなきゃいけないんですよ。その今自分自身の、要は先ほど申し上げた通り死に方、自分がどういうように死にたいのかって言った時に、アルツハイマーになって孫の、ね、名前も忘れてしまう、娘の名前も忘れてしまうっていうような死に方を考えればですね、その生き方を考えるわけですよ。そしたら毎日このやることをやっぱりきっちりやっていかなきゃいけないっていう考え方になれると思うんです。だからその誰かに言われる、これは僕自身がですね、皆さんに説得する話じゃないんですよ。自分が考えてどうやって死にたいかということを理解して、じゃあ何をすればいいかって言って納得して初めて始まるんです。僕なんか簡単でね、血圧できるだけ上げといて脳溢血で死にたいと思って、165。これはモンゴさんの意見あるでしょ、これ。この感じ。違う違う、血圧じゃないよ。今言った、はい、どうやって死ぬかとか、はい、それからどういう習慣を、うん、あれってのは、それはモンゴさん専門じゃないですか。はい、そうですか。うん、まあでも、まあ、そういったメニューをですね、いろいろこう提示していただくっていうのは、うん、視聴者の皆さんにとってみても、まあ、生き方の選択肢の一つになって、ね、いいのかな、そうそう、個人的には強く今回は、そう、今回もですけどもね。まあですね。はい、感じるところですけどね。そうですね。だからまあぜひその、まあ、食事ストレスで、うん、そして運動、やっぱりまあここをベースにしてですね、毎日習慣して意識して、生活していただければなと思いますね。はい、でね、これね、うん、あなたからね、はい、腸まで届く乳酸菌、はい、生きたまま、生きたまま腸まで届く乳酸菌、はい、これアメリカ製ですよね。そうですね。アメリカ結構こういうのがいっぱいあってね、はい、自由に買えるけどまたロサンゼルスいるから、はい、日本にいると規制がいっぱいあってなかなか買えないですね。そうだから、まあそういうものもね、助けになるし、まあとにかくだからリーキーガットになっている場合というのは発酵食品なんですよ。うんうんうん、要は善玉菌となるようなものを、あなたが言ってる腸内環境を良くする、良くする、はい、ああ、だからその発酵食品を食べていくと、いうことと同時に、まあ、そういう乳酸菌みたいなものも、うん、プラスアルファしていただければというふうに思いますね。なるほど、はい、それであなたからなんか、はい、お金儲けの、あ、そうなんですよ。あ、ちょっとね、僕自身のね、あ、これ、ここからCM タイム。ここからね、ちょっと、CM タイムだから、かぶれと言われたので、まあ、怪しい人間にまずちょっとなっていただいて、そのね、まあ、今まで話したのは、体内からその炎症を抑制させるというような話なんですけど、うん、ただし、うん、こう外部環境によってですね、うん、影響を受けるというようなものは、うん、やはりその細菌であったり、うん、カビであったり、ウイルスなんですよ。うんうん、でそういうウイルスをこう、まあ、撃退させていくっていうために、うん、実はですね、まあ、この自然治癒クラブ研究所というところからですね、うん、このこういう商品があるんです。なるほど。俺が人生を変えるっていうことなんです、うん、商品名です、はい、俺が人生を変えるっていう商品名なのに、はい、中は消毒薬なんです。だからいかがしいから帽子かぶってくれ。はい、
でこれはですね、特徴は、食物からできた酵素なんですよ。でその酵素に重曹を混ぜたものなんですが、極めて安全なんですよ。だから一般的に言われているこの抗菌とか抗カビって言われているものは、まあ、化学物質がこう入ってて、でそれをですね、皮膚にかけたりとか口に、ね、入れたりとかするのは嫌じゃないですか。だけど食品からできた酵素で、しかも蛍光毒性試験、粉だから実際売ってるのはそこに置いてある、はい、で、まあ、粉なんですけど、粉を濃度 1% に溶かして、でそれで、こうやってシュッシュってこうかけるんですよ、はい、食べてもいいの？飲んでもいいです、はい、でちょっと味するね、これ。あ、しますします、はい、この味が酵素の味する。酵素の味、はい。で何が起きるかっていうとですね、その皮膚炎が起きてるアトピーの方とかっていうのは、ここの肌のバリア機能がなくなるので、その細菌とかカビ菌とかが侵入しやすいんですね。で夏になるとその汗をかくので、それが細菌が湧きやすいんです、でそういう時にこうやって、ね、1分以内、はい、シュ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 ってやったりであとはその匂いでいうと、カレー臭であったりとか、あと脇がであったりとか、あれも細菌関連だし、あとは水虫、あれ効くんじゃない、足の匂い。あ、そうです、足の匂いも菌だもんね、はい、そうですし、あとはその水虫だと白癬菌っていう菌があったりとか、であとは口だと歯周病菌であったりとか、まあ、そういうものに対して対処できるようなものなので、安全で。これは厚生労働省も OK してる商品でしょうか？厚生労働省ではない。なので効能効果はあるとは言えない。あ、なるほど、はい、言えません。で、ただ、まあ、細菌を抑制させるっていうエビデンスは入ります。なるほど、うん、で購入はどこに申し込んだらいいんでしょうか？はい、俺が人生を変えるで検索していただければ、あ、分かってますか、はい、出てきますので、インターネットの方からも検索可能ということですね、はいはい、じゃあコマーシャル時間、金儲けの話でコマーシャル時間終わりました、ね、はい、ということで今回はですね、まあ、エンディングということで、さまざまなお話をまとめていただきまして、でさらにこういった商品の紹介もあったということで、はい、まあ、小関さんのお迎えしての放送は今回で終了というふうにはなりますけども、はい、まあ、笑って暮らしてですからね、はい、それは少しぐらいふざけないとね真面目にやっていけませんよこれも健康の一つに。そうです、はい、また別の機会でこんなことがありましたら、ね、ぜひまたお越しいただいて、はい、あと、まあ、自然中クラブというですね、はい、YouTube のチャンネルもありますの で、 そ、 です、ね、そちらの方でね、はい、詳しく話してますので、はい、ぜひ参考にしていただければと思います、はい、ということで今日は最後にはなりますけども、小崎先生のお話、今日はこの辺でということで。あ、そうですね、はい、はい、どうもありがとうございました。長い間ありがとうございました。武田邦彦ギャンブル大さん、笑って暮らして医者ずらず、今日はこの辺で、また次回新しいゲストをお迎えしての番組となります。また次回もお楽しみに。ありがとうございました。Wow.
Deep.